ののの一一つつトレミーの48星座の一つでもあるアルファ星は全天21の一等星の一つであり、アルデバランと呼ばれる。この星座には、プレアデス星団を、はじめ有名な天体が多い。一等星のアルファ星以外に、二等星が一つある。以下の構成には、国際天文学連合によって、正式な固有名が定められている。プレアデス星団や、 ヒアデス星団に属さない特筆すべき星としては以下の星が挙げられる。また、大牛の背中にあたる部分には活発に星形成を行う大牛座分子雲が存在しており、ハッブル宇宙望遠鏡や世界中の電波望遠鏡で盛んに観測が行われている。古代オリエントでの繁栄と富の象徴としての牛信仰に由来するとされる。紀元前4000年期には、 天のお牛、アヌのお牛と呼ばれるようになった。ギリシャ神話では、ゼウスが、妊婦のエウローペーに恋をした。ゼウスは誰にもわからぬよう、白いお牛に化けて、エウローペーに近づいた。ゼウスは正体を明かし、二人は、クレタ島に行ってこう設けた。お牛座にある、プレアデス星団は、ギリシア神話では、プレアデス七人姉妹に例えられる。 この七人姉妹が楽しく踊っていたところ、勇者、オーリーオーンがやってきて、七人はびっくりして逃げた。しかし七人があまりに美しかったので、オーリーオーンは忘れられずに五年間追いかけ回した。七人は女神、アルテミスの助けを借りて、鳩になって、オーリーオーンから逃げた。この後、星座の中に入れられて、プレアデス星団になった。日本では、プレアデス星団は、 スバルと呼ばれる。富士重工業のマークにもなっていて、日本では普通6つ星として考えられている。漢字だと、スバルトーバル統制と書かれ、もともとは玉がいくつかついた首飾り、髪飾りの名を示す古い日本語だったと考えられている。スバルは中国の呼び名である。ヒアデス星団もギリシア神話ではヒュアデス姉妹に例えられる。日本では、 ウシザと呼んだことがある。また、大ウシザに関係する方言は、プレアデス聖団、ヒアデス聖団、主聖アルデバランに名付けられたものが見つかっており、特に、プレアデス聖団は多い。ありがとうございます。